ぜひね僕お話としてもすごい興味があるしそこにムンディ先生に乗っかってきたらもうこの天動説地動説やばいっすね本当にやばいっすだから今これね,思うんでね天動説地動説ってね要す、えー、地球を中心に世界は回っているのかそれとも太陽を中心に世界は回っているのかっていう話じゃないですかでもね違うんです 高田先生から言わせてもらうと、ある一人の数学者を中心に、当時のこの天動説、地動説っていうお話は、ある一人の学者を数学者を中心に回っていたんですよ。さあ、その数学者とは一体誰なんでしょうか交互期待です。 すっごい大事なところで噛んでしまって僕の編集能力でも直せないような <laughs> とっても大事な場所だったのにって感じでいやでも本当に見逃せない第10章になりますんでぜひよろしくお願いいいしまますす10月の7日でいきたいと思います、はい、お願いします。